362ページ、戦局の展開、1。日独位、三国同盟により、ドイツ、イタリアも、日本と同じくアメリカに宣戦線し、これを受けて、アメリカは、ヨーロッパとアジア太平洋の二正面戦争に突入した。アメリカ、イギリス、フランス、ソ連、中国などは、連合国。日本、ドイツ、イタリアなどは、数軸国と呼ばれた。初戦の日本軍は、 ハワイでアメリカ太平洋艦隊、マレー沖でイギリス東洋艦隊に打撃を与え、開戦後から半年で、英領のマレー半島、シンガポール、香港、ビルマ、ラン領の東インド、米領のフィリピンなど、東南アジアから南太平洋にかけての広大な地域を制圧した。日本国民は、初戦の日本軍の勝利に熱狂した。当初、 日本は太平洋戦争をアメリカイギリスの脅威に対する自衛措置と規定していたが次第に欧米の植民地支配からのアジアの解放大東亜共栄圏の建設といった美名に縛られ戦意は拡大していった日本国民が初戦の勝利に熱狂していた頃東条内閣は議会に対する支配を確立するため翼山選挙と呼ばれた総選挙を行った その結果、政府の援助を受けた推薦候補が絶対多数を獲得し、選挙後には、挙国一致的政治結社として、抑3政治会が組織され、議会は政府提案に承認するだけの傀儡機関となった。